はい、皆さんこんにちはでございます。バルハラめちゃめちゃ久しぶりですね。それではやっていきましょう。バーへ出勤します。クリスマス前だね。12月23日。おはよう。よう来たか。気分はどうだ。リリムは柔らかくて暖かかった。なんだって。聞こえたでしょ。じゃあ思いクソひどいから普通に悲しいまで今の気分を分類するとどのあたりだ。そうね、重いクソ悲しい。まだ自分が許せないし死ぬほど悲しいけど、なんていうか頭の中でガンガン鳴り響いていた音がやんだっていうか、説明になってるかはわからないけど、まあなんとなくわかったような。昨晩はどうだった。すごく落ち着きました。正直言ってボスがドロシーにお金を払ってくれていたなんて、あれで払ったと言えるならな。ドロシーに電話してお前の身に起きたことを伝えたんだ。そしたらとても心配していたな。少し黙った後、彼女はこう言ったんだ。今日も稼がないといけないからただではいけないと。で、いくら払えばいいかと尋ねたら、今飲んでいるソーダ代を払ってくればそれでいいと。めっちゃかっこいいやん。言ってみたいよ、そんなこと。ドロシーの電話番号はどこで知ったんです？私にはつてがある。でしょうね。それはともかくジル、休憩かハグが必要な時は遠慮なく知らせろ。ありがとうございます。同じ申し出をしたいところだが、俺にハグされるのは勘弁だろうからな。バーテンダーが必要な時は教えてくれ。ありがとう。じゃあ仕事を始めましょう。いい会社。一日を変え、一生変えるカクテルを。またそれを聞けて嬉しいね。なんか言った？いいや。いらっしゃい。なんだあなたが。おいおい、敬意を忘れずにな。今日は俺っちのボスを連れてきたんだ。あなたのボス？この店のボスのことじゃなくて、もう一人のボスさ。ここにおわすは偉大なるナチョ・ダンブルウィード・ジュニア。ボス、休憩入ります。さっきああ言ったがまだ開店してもいないだろう。ち。今日はどうしたんです？我が部隊最高の兵士が働いている職場をこの目で確かめたいと思っていてな。兵士？あれ？あなた、私が月曜日にカクテルを出した犬？おう、キ君だったか、ディナ。兵士よ、ディナの店で働いているとなぜ言わなかったのだ。こいつはディナじゃないです。タラの J です。じゃあ、あなたも、シラでいいのかな？シラの関係者。関係者どころかシラは我が輩が設立したのだ。人類は敬意に溢れている。だが我々を理解していない。だから我が輩は犬が犬でいられる場所を作った。我々はこの世に居場所のないあらゆる犬を受け入れる。地上に犬だけのヘブンを築いたのだ。受け入れるのはコーギーだけ？何を言う？我が輩はセイファーのクズどもと同じに見えるのかね。他の動物も受け入れたかったかな。悲しいが我が輩が面倒見られるのは我が輩と同じ種だけなのだ。真剣な話だと思うんだけど、眼帯して人間の言葉を喋るコーギーに言われると。確かに。何か飲みます？俺っちは大丈夫だ。ボスはどうします？男らしいの。本当に？聞こえなかったかね。わかりました。男らしいの。ガットパンチでいいかな。ブロリンエキスを3、4、5、フラナを1、カルモトリンを、まあ、適当に入れましょうか。で、熟成させてミックス。はい、これだ。これが欲しかったのだ。プギョは我が輩のケツよりひどい味だ。自分で頼んだんでしょ。ここは実にいい店だな。兵士よ、良い職場を選んだな。もったいねえお言葉。ボスはイカシバにちゃんとお給料払えているのかな。シラへのその忠誠心無駄にはせぬ。シラをもっともっと素晴らしい組織にするのだ。だって店はもうじき閉鎖されるんだよ。ボスにそんなお金の余裕がある。しかしもっと差し迫った問題がある。例えばまだ犬数分のボールがないことだ。俺たちが使っているのを一緒に使っちゃダメなんですかい？愚か者、すべての犬に自分専用のボールを持つ権利があるのだ。ボールすら満足に買えないようでは先は真っ暗だ。もしかしてボスはやけになってお金を無駄に使おうとしているんじゃ。店が閉鎖されるのがショックで。でもみんなボールより箱の方が好きみたいでしたよ。いい着眼点だ。ボールを梱包している箱と箱を梱包している箱、どちらが安いと思う？箱を梱包している箱、そんなものがあるんですかい？無論だ。箱がどうやって出荷されると思っているんだ。箱と箱を束ねて。束ねる？バカ言っちゃいかん。でもボスはポケットマネーで払ってる可能性もあるしな。そういう人だし。この世は再帰的狂気に満ちている。医者が医者を見る。箱が箱に入って届く。ボトルがボトルに入って届く。さすがだぜ、ボス。待てよ、お給料をお金で払っているとは限らないか。ステーキで払っている可能性も。よし、では明日は箱を売っている連中を探してくれ。わかったか。さあ、イエスサー。でもボスにとって上等なステーキはお金より価値があるし。あ、でもホイールにくるまれていたらどうします？ラッセン
ラッセンシュトラウスはチーズをホイルごと食べて獣医のところに運ばれていましたけど、チキショー、その通りだ。不測の事態に備えておかなければならない。それにボスは人を騙すような人ではないし、相手が犬ならなおさら仕方ない。セイファーのお抱えのあの獣医と協定を結ぶか。いつも我々によくしているからな。笑顔がまたキュートなんですよね。じゃあ獣医にも注意っすね。ああ、リストに載せておいてくれ。ああ、ナチョか。そっか、ボスはこの犬とも知り合いなんだった。まだしばらくいるのか。たまたま通りかかっただけだ。これからちという野暮用があってな。そうか、ならギルがお供しよう。俺が？マジで？マジだ。今日の分の給料はちゃんと払ってもらえるんでしょうね。それはナチョの評価次第だ。よし、青二歳行くぞ。はあ、何？給料はちゃんと払うさ。それはどっちでもいいんですけど、どうしてギルに行かせたんです？ギルは気分転換が必要そうだったんだよな。休みを取れと言っても奴は言うことを聞かんし。しかしナチョの用事に付き合えば、あいつもしばらくはバーのことを考えずに済むだろう。そういうことですか。そういうことだ。私はオフィスに戻っているぞ。いいボスだな。ここで働けて俺っちも嬉しい。俺も働きたい、ここで。ここで働きたい。そうね。何か飲む？いや、あそこに座って待機してるで。何かあったら教えてくれ。わかった。あ、お給料のことを聞き忘れた。そもそもお金もらっているのかどうかも。ほら、ベロンベロンになるまで飲もうよ。酔ったところで何が変わるわけでも。しばー。勘弁してよ、ポンコツくん。犬だらけの職場から逃げてきたばっかりじゃない。でも見てよ、このアロハシャツ。サングラスまで。よう、ロボットくん。喋った。はあ、いらっしゃい。こんばんは、ジル。ビールをもらえる？了解。ディールは？よし、転がれ。さあ、イエスさー。キュン。あいつはほっといて。じゃあ、ビール一杯だけですね。金曜日の勤務後よ。ただのビール一杯じゃない。待ち焦がれた一杯。おっしゃる通り。確かにね、金曜日のビールはね、いつものビールとは違うんですよね。これは、わかる人にはわかるんだけどね。いつも飲んでるビールと金曜日のビールは違うのよ。美味しいんだよね。フラナのカルモトリンを4。ミックス、ストップ。ビールを提供です。はい、どうぞ。最高の金曜日がもっと最後になった。ねえ、ジル、ビールは好き？好きどころか部屋にとんでもない数のビールの空き缶が転がっていますよ。高校時代の友達に空き缶を使ってすごい作品を作る人がいたんだけど、興味あるなら連絡してみるよ。いえ、結構です。これ以上ゴミが増えても困るし。今日は会社はどうでした？ローラって子がいろいろと波乱を呼んでいるのよね。それがいいのか悪いのかは別として。波乱ってどんな？あの子はまあ、ウサギみたいなの。政治的に正しすぎるウサギ。ウサギ？ウサギを飼ったことない。すごく神経質で、どんな些細なことにも死ぬほどびっくりするんだよ。いつもおどおどしながら周りを見回して、誰かの機嫌を損ねないようにしているの。あの子は一人いるときもそんな風で。そのことが社内で問題になっていたわけじゃないんだけど、この前一緒に出かけたときね、ローラったらかわいそうにろくに口も聞けなくなっちゃって、一言何か言うたびにシーンとなって、自分の発言が失礼じゃないかどうか考えているの。いい子なんだけどね、それに誰にも失礼のないようにするって態度も立派だとは思う。でも度が過ぎている。それは君のせいでもあるんじゃない？え？彼女に聞こえるぐらいの距離にいるとき、君はやたらと、は、なんですってって大声を出してるだろ？ええ、まあ、それはあれよ、おどおどしてる彼女がすごくかわいいから、ウサギみたいに。ってことはもしかしたら本当はあんな性格じゃないのかな。それとも君を怖がっているだけかもしれない。じゃあ試してみましょうよ。どうやって？あなたがあの子とデートするの。なぜ？私にだけあんな態度をするかどうか確かめるため。ノーとは言わせないわよ。なんせ私の名誉がかかっているんだから。あなたは私を悪者扱いするけど、そうじゃないって証明したいの。仮に君が正しかったとしても、随分あの子にこだわるんだね。楽しいんだもん。楽しい？いいリアクションをしているから。いじりがいのないあなたと違って、あの子は本当にドキマギもじもじして顔を真っ赤にしてくれるんだから。それが何が楽しいの？だってあんなに可愛い子がそんなことをするんだよ。でもその調子で続けたら、彼女もいずれ君を相手にしなくなるか、そういう態度に慣れっこになっちゃうんじゃない？僕みたいに。悔しいけどそうかも。じゃあからかうのはとっておきの時だけにしとこうかな。いや、そういう意味じゃなくて、私にとってそういう意味なの。さっきの犬はどうしたの？遊んでたんじゃないの？外に行くってさ。ところであの犬の名前さ、そのローラってことお二人は仲良しなんですか？さあ、少なくとも同僚としては。どんな子なんです？その政治的に正しいウサギってこと以外では。トロイ。慎重すぎるから何をするにしてもトロイ。本当にびっくりするぐらい。確かに仕事の質はいいんだけど、一体いつ終わるのかと思うのね。彼女は出社しなくてもいいのにさ、フリーランスみたいなものだから。じゃあどうして出社しているんです？犬好きだからだよ。だからこそあなたとお似合いなんじゃないかなって。
バカバカしいね。女同士だからうまくやれるでしょって理論と同じだ。今のは例えが悪かった。ちょっと聞いても。ええ、どうぞ。そのローラって人が本当にあなたの言うような人だとしたら、もっと積極的な人がいいっていうか、リリムっていうか、もっと積極的なパートナーがお似合いなんじゃないかなって。やったねポンコツ、あなたはジメッとしてるって。でもこの人の言う通りだね。趣味が合うのと相性がいいのは全く別の話だから。あなたは甘く見てるのよ。愛の力を。パワーオブラブを。良くも悪くも愛には人を変える力がある。あの子と一緒に時間を過ごしたらあなたはもっと積極的な男になるかもしれないじゃない？それがイライラしすぎて頭が変になるか。まあね、その可能性もある。どうしてそんなに彼女と僕をくっつけようとするんだい？だってあの子は可愛いウサギちゃんでしょ。あのままじゃ誰かに食べられちゃう。だから私の目の届くところに置いておきたいの。つまりローラに対して母性本能を感じているんだね。彼女が君のことを好きかどうか自分で確かめてみたらどうだい？もう口説いているかもしれないけど。ちょっと、人を女たらしみたいに言わないで。彼女、女の子は好きじゃないのよ。どうして分かったの？自分で聞いたから。だと思った。それ以来、あの子はなんだか浮ついた感じになって、レズビアンって初めて見たとかなんとかつぶやいていた。変な話よね。分かった。ローラの話はこの辺にしておこう。そのセリフ君も言ってたよ。的なジョーク、またはその亜種は遠慮してほしいね。つまんない男。じゃあ飲みましょう。そうしよう。僕はブルームライト。ブルームライト、フリンジウィーバー。ブルームライトとフリージンウィーバー。オッケーオッケー。あぶれ。あれでバイト4。フラナル。デルタ。熟成オンザロックミックス。あれ？何違う？リセット。アルデバイト4でしょ？デルタパウダー1、フラナオ2、カルモトリ、カルモトリ2入れてなかった。で、オンザロックミックス。なんで？え？ 4 でしょ？ 2、1、2、3、オンザロック、あ、熟成いらなかった。え、なんで？あ、熟成いるよね。あれ ?1、2、3、4。デルタ、フラナを2、カルモトリンを3。熟成させて、オンザロックスでミックス。4、1、2、3。ミックス?あれ1、2、1、2、3、フラナオ2。ああ、やっとできた。でもう一個なんだったっけ。フリージンビーバー、カルモトリン1、2、3、4、5、6、7、8、9の、熟成させてミックス。ストップ。はい、提供。はい、どうぞ。これどうしてブルームライトっていうのかな。このカクテルはビデオゲームのイベント中に考案されたらしいんですが、考案者がイベントの主催者にユーザーの気持ちを代弁するようなことを言ったんです。主催者はみんな大手のゲーム会社の社員でした。そのゲームの会社はブルームライトと呼ばれる光の効果を多用しすぎたせいで、バーテンダーは多分当てこすりで作ったんでしょうね。じゃあ、暗闇で光るってわけじゃないのね。これは違います。ところでジェル、人と付き合うことで自分が変わったと思う？かなり変わったと思います。それはいい意味で、それとも悪い意味で。いい意味かな。悪い習慣を新しく身につけるほどバイタリティもないし。最初の彼氏のせいで他人の言い間違いをその場で指摘しないと気が済まないっていう癖がついちゃったけど、今思えばすごく鬱陶しかったかな。じゃああなたも言い間違いが多かったのね。私の場合はね、以前に比べてもっと、なんていうか皮肉屋になった、辛辣になった。この世界にも人間にも嫌気がさした。ちょっと君の言葉を引用しすぎただけさ、しただけさ。まあでもそうね、大学時代のガールフレンドのせいでそうなっちゃった。私がデモとかの運動に参加するようになったのはそもそも彼女に誘われたからなんだけど、それのどこが悪いんだい？みんなで抗議活動をして世の中を変えようとしていたのね。私は本気だった。でも真剣になればなるほど壁にぶつかるようになった。
運動に参加している全員がそこまで本気にやっているってわけじゃなかったんだよね。ほとんどの学生はただの流行に乗っているだけだった。そして自分たちが支持している運動を信じているわけではなかった。だから私は渡り鳥のようにあっちこっちのグループに移っていった。でもどこに行ってもそういう浮ついた人しかいなかった。一時の流行に過ぎないって理由で参加しなかった人たちはほとんどが危ない過激派だったし、そんなことで他人に対する我慢が一気になくなっちゃって、それって付き合ってた相手のせいじゃなくて他の人たちのせいなんじゃ。もしかしてそういうふうに考えたことは一度もない。今の自分の在り方を過去の恋人のせいにするのはやめるべきだね。ほっといてよ。それももう一人のバーテンダーは、彼は犬の付き添いで出かけています。あ、そうだ。さっきの犬が君のことを聞いていたよ。もしかしたら、セイファートカンパニーで働いてる感じのいい獣医さんじゃないかって、君と話したそうにしていたよ。じゃあどうして行っちゃったの？さあ、君はいくつか副業をやっているよね。犬からもらっているお給料だけじゃ借金がかさむ一方だからね。あなたは一体どうやってやりくりしているの？犬から給料もらっている。信じられない。まあ、この店も、役立つの犬に給料払っているんだから人のことは言えないか。本当に払っているかどうかは定かではないけど。お帰りなされますか？そうね。もう結構です。明日は早起きなので。と言っても、早起きじゃなければいけないのは彼女だけなんですが。明日ピクニックに誘われているらしいんですが、二日酔いでピクニックっていう話をまた聞かされるのは耐えられない。はいはい、わかりました。じゃあ行きましょうか。またね、ジル。じゃあ、またのお越しを。あんたって本当に場をしらけさせるのが得意なんだから。このまま飲んでいたら、明日君も同じことを言われる羽目になるよ。ボス、休憩入ります。誰か来たら教えてください。わかった。犬は？よし、いない。さて、仕事に戻ろう。いらっしゃいって。ああ、アルマ。あら、アルマ。不機嫌そう。ねえ、はあ、落ち込んでるみたい。何か元気づけられるカクテルはないかな。わかんないわな。スパイシー。マーズブライトでしょ。4、5、6、デルタパウダー1、フラナガイド4、カルモトリン2でブレンドしましょう。なんか今日調子悪いな。あ、わかった。ブロリンが多かったわ。いや、いいか。デルタを1、フラナを1、2、3、4、あ、ブレンドか。ブレンド、はい。もしもーし。あ、何？それは何？私のおごり。それを飲んだらその辛気臭い顔をやめて。どうして私のことが心配だって言えないの？言いたいことは伝わったでしょ。ふふ。どう？お味は？まあアルコールは入ってるし、ここはバーだし、それに満足しとくか。やっと喋ってくれたね。それでこそアルマだよ。え、私が静かにしていたらダメ？暗い顔して無口なあなたを見ていると不吉な感じ。ちょっと人をおしゃべり屋みたいに言わないで。言いたいことは伝わったでしょ。まあありがとう。で、何をそんなにしぼんでいるの？しぼむ？昔ね、悲しいことがあってずっとため息をついていたらおじいちゃんに言われたの。ため息ばかりついていると古いタイヤみたいにしぼんでしまうぞって。ふふ。で、何があったの？アリスラビット騒動があってからバーニーみたいな人が街に溢れるようになったってニュースと関係ある？ううん。それにそのニュースはもう古いよ。確かに問題ではあるけどね。でもうざいなって思うぐらいで悩むほどのことではない。ジル、あなたは今どんな気分？私の憂鬱をぶつけてその気分を台無しにしてやりたい。残念、ここ数日はどん底だから、これ以上悪くなりっこない。だから話してみて。あなたの悩み全部ぶつけて。警告はしたからね。姉のダイアナのことを覚えている？旦那と別れてから子供をほったらかしにしてやりまくってたお姉さん。素晴らしいまとめね。今度機会があったら使わせてもらう。でも全部は話していなかったね。ダイアナは何ヶ月も DV された後、旦那を追い出したの。そうなんだ。でも姉さんは定職に就く気がなければ、自分の身の回りのことをやろうって気もない。冗談抜きでね。あの人には働くとか生計を立てるっていう概念がないの。男は面倒を見てくれるのをひたすら待っているだけ。どうしてそんな大人になっちゃったんだろう。パパもママも働き者なのに。二人は引退後に暇を持て余さないように小さな お店まで始めたんだよ。へえ。かたやこっちはなんとか女は数週間後に何をしていたと思う？ DV の旦那を呼び戻したんだよ。え？
元旦那お姉さんと数日だけ一緒に過ごして、それからまた出て行った。何日かしっぽりやりまくって出て行った。え、うん。この話を聞いた弟も妹も今のあなたと全く同じリアクション。でもね、まだ続きがあって、その後姉さんはすっからかになって、バスの運電車賃すらなくなった。お金のためなら喜んで体を売ったでしょうけど、結局私が迎えに行くことになった。ここ数日間お姉さんは子供たちを実家に預けっぱなしにしてて、天使のような子供たちは実家をめちゃくちゃにした。弟のバナードと 妹のエヴァも子供たちの面倒を見るために来てくれるんだけど、私はもともと姉さんと仲が良くなくて、それで迎えに行った時、車内でこう聞かれたの。子供たちは元気かって。積もり積もったことがあって、私は爆発した。こんなろくでなしの背中を見て大きくなる子供たちが不憫よってまくし立てた。それからちゃんと責任を持って子供たちの面倒を見なさいって説教した。そんな好き勝手ができる立場じゃないでしょって。そしたら姉は一言、子供のいないあなたに何がわかるのって。ええー、そうよ、私に子供はいない。でも働きたくないって旦那をごねて一文なしにはならない。子供はいないけど私はよその家に子供を放置したりしない。子供はいないけど私は DV 男をベッドに連れ戻さない。子供はいないけどエヴァとバナードの面倒を見てきた。二人ともいい子に育った。子供はいないけど私は安っぽい売春婦なんかじゃない。ぬわなんて言ったらいいか。何も言わないで。私は家族を愛してるし、家族を愛しているし、何よりも大切に思っている。でもダイアナは冗談抜きで許せないようなことを平気でしてくるんだよね。何か力になれることはある？もう なってくれたじゃない。え、相手が相手だからね。こんなことで向きになっても仕方がないし、まだ腹渡が煮えくり返っているけど、家族の誰にもこんな話はできない。ママに、あなたの娘は、なんていうの？陰媒よ、なんて言えないでしょ。ただ胸の重荷を下ろしたかっただけ。あなたの胸にはまだぶら下がっているみたいだけど、パンパンに腫れ上がった重荷が。ええ、これには愛と夢が詰まっているの。あなたの家計はみんな巨乳？一番大きいのはパパだけど。冗談冗談。唯一巨乳の遺伝子を引き継がなかったのがエヴァかな。エヴァは包茎手術か遺伝子治療を受けたいって言ってたんだけどね。ありのままでいいよって思いとどまらせた。巨乳なんて面倒なことが多いんだから。弟のバナナも8歳の時から胸が弟も胸が大きくなって、かわいそうに。でも私にはママの家系からの遺伝があまり入っていないといいんだけど。パパのお姉さんや妹さん今でも若々しいんだけど、ママは更年期に入ってから一気にふげちゃって。あなたの家系はどう？何かいい遺伝子を引き継いだ？人並みの肌と髪かな。エビアレルギーの親族もいるけど、今のところ私には出ていない。へえ、そうなの。ところでダイヤの話に戻るけど、私が何を一番心配しているかわかる？子供たちがどんな大人になっちゃうか。それはまあ今後うちの親が育てることになれば、ダイアナが育てるよりはマシでしょうね。私が心配しているのは、もしかしたら自分もお姉さんみたいになっちゃうかもしれないってこと。なんで？いい人を見つけてようやく落ち着けたと思ったのに、そいつがクズってわかったら、突然 何もかも捨てて私は生きたいように生きるとか言い出した。もしその子供がいて子育てを放棄するようなことになったら、そんなことを心配している時点で大丈夫ってことだよ。そう？うん、心底そう思うよ。お姉さんは確か数ヶ月しか付き合っていない男と結婚したんだよね。うん、悪く言うつもりはないけど、そういう人ってあなたが今言ったようなことを考えたことがないんじゃないのかな。それにあなたが結婚する相手はあなたの理不尽な合格基準をパスした男だけでしょ。何よそれ、違うの？違わないけどさ、そんなはっきり言わなくても。どっかいい男いないかな。そのうち見つかるよ、その時が来ればだといいけど、とりあえず今はおかわりをもらっておこうかな。何にする？氷入りのやつ、アルコールも入ってるやつ。氷が入ってるやつ、何でもいいじゃん。やったらこれにしようか。アルデバイトとブロリンとカルモトリンを適量で、オンザロックでブレンド。なんで今日なんか減った？あ、全然入ってなかった。アルデバイトが2、ブロリンが2、カルモトリンが適量。チュッ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 
少し落ち着いた。ありがとう。それが私の仕事だからね。さっきあなたも落ち込んでるって言ったよね。何があったの？気にしないで。何言ってるの？悩みを聞いてくれたんだから、今度は私が力になれば。本当に気にしないで。あ、そうだ。伝え忘れるところだった。何？今度の日曜日、ここでメガクリスマスパーティーやるんだけど来る？今年のメガクリスマスは実家に帰ったらひどいことになりそうだから参加させてもらおうかな。チキンなら私が用意できるけど、そっちで買う予定はある？うーん、実はよくわからないよ。でもよかったら持ってきて、無駄にはならないと思う。了解。ねえ、チキンで一番好きな部位はどこ？一番好きな部位、ももかな。本当に私は胸が好き。胸はちょっとあっさりしすぎかな。ももの方が食感がいいかもね。でもあっさりの方が飽きが来なくていいの。手も汚れにくい。ふむ、愚かな娘たちだ。ボス、胸だのももだの素人臭い話をしているようだが、チキンの醍醐味は手羽にあり。ボス、なんでそれは？スパイシーチキンウィングだ。どこで買ってきたんですか？スパイシーチキンに決まってるだろう。言わせるな。ここから2ブロック先にある店だ。質問がある方ですね。どうしてスパイシーチキンウィングのバケツを持ち歩いているんです？ならばこちらからも聞くわ。どうしてお前はスパイシーチキンウィングのバケツを持ち歩いていないの？だって、そんなことだと思ったよ。いや、アーミテージ。アルマです。分かってて言っているんだ。パーティーに持ってきているというチキンは、調理済みのものか。もちろん調理されているやつですよ。温め直した方がいいでしょうけど。それはありがたい。パーティーは日曜の午後8時からだ。ありがとう。ではな、オフィスに戻っているぞ。バケツ忘れていった。食べる？もらおうかな。うん、マイルドの辛さで美味しい。変だな、ボスがチキンを置きっぱなしするなんて、注文と違うのが出てきたのかな。いつもはもっと辛いのを頼んでるの。前はバケツに近寄っただけで、喉が痒くなった。へえ、もぐもぐ。ねえ、ジル、どういう男が好みなの？何それ、いきなり。正直、あんまり選び好みはしない。ある程度まともならそれでいい。あ、俺と一緒だ。嫉妬しない。喧嘩っ早くない。それから仕事をちゃんと続けられるぐらいの責任感があって。ダメよ、そんなの。マッチョがいい。とか、高身長とかあるでしょ。タトゥーもピアスもしてない人かな。どっちもあんまり好きじゃない。あ、ピアスしてる。あなたは？身なりの綺麗な人。何の効いたシャツにコーデされた服でビシッと決めているだけで見つめちゃう。その上、細マッチョなら言うことなし。でもまずはビシッと決まってるかどうかだね。案外すぐ見つかりそうだけど、今のはただの好み。旦那候補となるとそれはまた別。何かおかわりをもらえる？このチキンやっぱちょっと辛かった。何にする？何でもいいよ。とりあえず辛みを抑えられるやつ。甘みがいいね。甘いやつがいいと思うから、ブームライト6のデルタを1、フラナを1、カルモトリンを2で、で、オンザロックでブレンド。提供します。はい。ふう、助かった。ありがとう。じゃあ次の質問。どんな女の子が好きなの？どんな子？あなたからどうぞ。私はその気はないの。女の子を可愛いとかかっこいいと思うことにはあるけど、でもベッドを共にするのは男の方がいい。さあ、あなたの番。クソ、まずい、落ち着いて。髪の色が明るい子かな。髪の色が明るい？うん、そうだよ。赤毛とか銀髪はボスみたいな。ね、それを言わせたいだけなんじゃない？ごめんね。だって彼女がチキンバケツを持って入ったら、急に目がキラキラになっていたからさ。態度も全然違ったし、急にそわそわして明るくなった。でも仕方ないよね、素敵な人だもん。これじゃあからかってるみたいね。はあ、明るい髪ね。ブロンドはどう？私のこと好き？多分。仮に私も女の子が好きであなたを口説いたとしましょう。どう？私と付き合う？ナイスバディで美人でいいアパートに住んでて絶対に手放さない。ふふふ。まあそんな話はともかく、どうして落ち込んでるのかさっさと吐いちゃいなよ。その話気にしないでって言ってるでしょ。教えてって言ってるでしょ。いいじゃない、いつも愚痴を聞いているんだから。たまには私も力になりたいよ。じゃあこっちにいらっしゃい。な、こっちに座って行ったの。ほら。一体何を？なんかこう初めてこんな感じ。これよしと。私がバーテンダーであなたがお客さん。それはどうかな。マシンは私じゃなきゃ動かないよ。そう。じゃあこれをこうやってクリックして。バクった。あ、ハックしたんだ。それからあのアロハ犬にも。なぜ犬も？犬だからよ。しかもアロハを着るなんて。それはいいとして、どうやってマシンを？そっか、ハッカーだもんね。はい、これで立場逆転。
お客さん落ち込んでるんですって話してみたら楽になるよ。長い話なんだけどね、どこから始めたらいいか。最初から。分かった。じゃあ大学時代から。ずいぶん遡ってたのね。義務教育の頃は大して勉強しなくてもいい成績を取れていた。体育だって必ずよくできましただったし。それでまあ当然といえば当然なんだけど、大学入ったら急に成績が落ちて、ずっと良かったものだから落ちこぼれになるのが耐えられなくて、必死に勉強してなんとかいい成績を取って、大学生活もあと半分ってところに一人の教育実習生と出会った。名前はレノア。私の勉強をよく見てくれただけじゃない、いわゆるこの世の中の興味を持たされてくれた。彼女のことが本当に好きだった。それである時向こうも私のことが好きだって分かった。おお。二人でデートするようになって家族にも紹介されて。何か飲む？は？カクテルよ。いつもこの辺で一息入れて注文聞いてるでしょ。一息なんか入れません。お願い、このインターフェース触ってみたいの。じゃあシュガーラッシュを。喜んで。あ、シュガーラッシュ、シュガーリャ、シュガーラッシュ。デルタ、カルモトリン適量。ミックス。はい、ありがとう。どう、お味は？さっきも言ったけど、シュガーラッシュのは失敗しようがないの。ブー。やっぱりあなたはすごいナイスバディだから、私よりバーテンダーが様になるんじゃないかなって思ってたんだよね。自分に自信なさすぎ。あなただって可愛いじゃない。お客は可愛さを求めてバーに来るわけではない。あなたこの世の中は猫バーってものがあることを知らないのね。それにこういうのを動かすときって巨乳は不利なんだよね。で、さっきの続き。それで勉強ますます大変になっていった。こう最後の1年半なんて勉強会に次ぐ勉強会、研究論文、他のことは何もできなかった。卒業式に向けて私がスピーチを書くことになった。で、式当日実際そのスピーチを読み上げていたらちょっとパニックになっちゃって、大勢の前で話したから。人生の1年半を無駄にしたんだなって気づいたから、何か楽しいことを思い出そうとしたんだけど、覚えてるのはひたすら勉強と研究したことだけ。勉強はちっとも楽しくなかった。だからスピーチを読み上げてる間も卒業の感慨なんてものはこれっぽっちもわからなかった。来る日も来る日も何全然読めないを勉強していただけ。そう、悟っちゃったわけで、それまで月日が指の間からこぼれ落ちていくような気がして、自分が勉強や研究を楽しんでるかどうかなんて考えなかった、一度たりとも。卒業するときになってそれにようやく気づいて、考える時間が必要だって思った。私は本当にこの道に進みたかったのかな。そのことを考えていたら急に恐ろしくなって、スピーチ中にパニックにて逃げ出さないように全力で踏ん張ったの。はあ。それから数ヶ月後、大きな研究所から仕事のオファーをもらった。レノアは大喜び。私のことをすごく自慢に思ってくれた。でも私には恐怖しかなかった。それが私の仕事になる。この先全ての人生を大学最後の1年半の延長として過ごすことになる。卒業式の時みたいに突然悟っちゃったらどうする。その時40になっていたらどうすればいいか分からなかった。でもその時オファーは絶対受けないつもりだった。レノアに話したら怒ってね、自分にはそんなチャンスがなかったから羨ましいくらいなのにって。それからはあっという間、彼女は一言多かった、私も一言多かった。それで彼女の家を飛び出した。粉々に言われたのは慌てて飛び出した時に落ちた花瓶だけじゃなかった。それ以来レノアとは一度も話してない。はあ、ごめんなさい、その無理に話をさせて。でもどうしてそんな昔のことを落ち込んでいるの。何年間もずっと落ち込んでいたな、話は別だけど。ずっと落ち込んでたよ。でもそれだけじゃないの。この間レノアの妹のガブリエルがここに来てね。先週レノアが死んだって。極限性ナノマシン拒絶反応、心臓発作で、ずっと前から症状は出ていたみたいなんだけど、誰にも言ってなかった。おまけに偶然私が出て行ってから悪化した。そのことが頭から離れなくて、私がそばにいたらそうならなかったかもしれない。それにそんな前から病気だったならどうして付き合った時に言ってくれなかったの。それでもう何が何だか自分がどうしようもない人間に思えて。ジル、おまけにガビにやつ当たりしちゃうし、確かあの子はレノアの死を私のせいにしていた。でもまだほんの子供よ。自分を女で一つ育ててくれたお姉さんを亡くして、何よりも自分がどうしてずっとレノアを謝るのをためらっていたのか、その理由さえ思い出せない。プライドのせい、恐怖のせい、自分が愛した素晴らしい人を忘れようなんて愚かな努力をしていたから。でももうそんなのはどうでもいい。彼女に謝る機会はもうやってこない。絶対に。ほんとどうしようもない。私って身勝手なクズ。正直なんて言ったらいいかわかんない。こんな話なんて思っていなかった。私。おい、そこのおっぱいバーテンダー。ビール持ってこい。大ジョッキだな。ビール。アルデバイト。大なんで
2、3、4、デルタパウダーを2、フラナを1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、ビールの台です。ありがとう。そうだ、部屋に溜まっているビールの空き缶を捨てないと。ビールよく飲むの？ BTC がやっている缶移植のいいところはビールをいくら飲んでもそんなに酔わなくなるところだね。へえ。ねえ、レノアってどんな人だったの？うん、そうね、穏やかで頭が良くて、大学時代私は石頭で何かあるとすぐに怒っていたし、いつもイライラしていた。じゃあ今と同じね。ちょっと、もっとひどかったの。想像つかないけど、しなくていいよ、恥ずかしいから。それはともかく彼女はいつもそばで私をなだめてくれた。話題の引き出しもすごく豊富でね。ある時はビデオゲームの話、またある時はスポーツの話。筋金入りの科学者だったのに、そういう会話もお手の物だった。私が一人でいるのを見ると、いつも社交の場に連れて行ってくれた。人間観察はとてもいいけど、人と話すのはもっといい、なんて言って。レノアには知り合いがたくさんいて、みんなに何時間でも抱き合っていられる子って私を紹介してくれた。そんな彼女がもういないなんて。ある時を境によりを戻そうなんてことも考えなくなったけど、とにかく素敵な人だったからせめて謝りたかった。でももう、あと残酷な皮肉というか、私がバーテンダーになったのは彼女がいたからなんだよね。そうなの？今後どうやって生きていこうかって考えた時、レノアと二人でクラブに行った時のことを思い出して、そこでお酒の合成やそれに使われる薬品、化学反応について教えてくれた。なんだかすごく魅力的に思えて、それであなたのおかげでカクテルを作ってみたくなったって言ったの。彼女は他の全部を失敗にしたらバーテンダーになるのも悪くないんじゃないって。面白い話。大丈夫？まあこれを大丈夫って言うならね。でもアルマ、あなたにお礼を言わなければならない。私に？多分この話を誰かにする必要があったんだと思う。あなたはその誰かになってくれた。それも自ら立候補して話を聞くって言って譲らなかった。そこにいて最初から最後まで話を聞いてくれた。私は自分を表現するのが苦手だし、笑顔を振りまいたり人を癒したりもできない。けど、あなたのことがすごく好きだよ。ただのバーテンダーとお客って関係かもしれないけど、でもあなたの友情に本当に感謝している。贔屓にしてくれるだけかもしれないけど、あなたのためにカクテルを作れて嬉しい。ジル、どうしたの？死ぬの？何それ。人が素直になろうとしているのに、ごめんごめん。でもあなたがそんなに感傷的になるのは珍しいから、人には償えないのがどれだけ悲しいことか、ようやく分かったんだ。死ぬほど心が痛むんだって。そんな思いはもう二度と、ごめんだよ。もう嫌なの、これ以上誰かが突然私の人生からいなくなるのが。その人との最後の思い出がひどい思い出にならない、思い出になってしまうのが。一時の気まぐれで取り返しのつかないことをしてしまって泣き暮らすのはもう嫌なの。そんな思いはしたくない。そのためなら自分のキャラに合わないことをしたって全然構わない。その人をどれだけ大切に思っているのかちゃんとみんなに伝えたい。もし喧嘩するようなことがあったら、プライドをぐっと飲み込んで勇気を振り絞って自分から謝る。そんな思いは嫌、もう本当に嫌。なかなかいいアイディアだね。私も真似させてもらおうと。愚痴はこれで終了。こっちの席に戻って。仕事中なんだから。はーい。どっちにしろ、もう閉店時間ね。でも楽しかったよ。ね。本気だからね、さっき言ったこと。今日はいろいろありがとう。おバカさんね、私は私の悩みを、あなたは私の悩みを聞いて、私はあなたの悩みを聞いた。だって友達でしょ？うん。じゃあそろそろ。あ、その前に。今の話、ご両親には申したの？大体のところはね。でもレノアが死んだことはまだ。いつか話してみたら？私のことで困らせたくないし、何を言ってるの、親なんだから。あなたが困っていることがあれば知りたいに決まってるじゃない。いつか話してあげて、今みたいに。そしたらきっと喜ぶから。じゃあそろそろ帰るね。また日曜日に。気をつけて。あのアルマというのは本当に気立てのいい娘だな。聞いていたんですか？全部ではないよな。大体のところは聞かせてもらった。顔つきもだいぶ変わったじゃないか。そうですか。ああ、さっきよりも楽しそうで何よりだ。まあいい、今日は店じまいだ。明日はもっと明るい汁で頼むぞ。はい。あ、そうだ、ボス。手羽先のことなんですけど、スパイシーチキンのアホだれどもね。悪いね、リア。それだけのスパイスとなると明日にはならないと入荷しないんだ、と。それが条例に対する態度か。全く責任者を呼べ。ボス。はい、ということで、無事。いや、なんかちょっと後半重い話でしたが、なかなかいい友達っていいね。おっぱいっていいね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございます。続きはどうなっていくのでしょうか。楽しみです。